立岩ダムは、広島県山形郡安芸太田町田無にある、一級、河川、太田川本川西上流部に建設されたダムである。中国電力株式会社が管理する発電専用ダムであり、堤高 67.4 メートルの重力式、コンクリートダムで、太田川本流に建設されたダムとしては、最も高い。滝山川の大白ダム、芝木川の樽床ダムとともに、太田川三ダムと総称されている。戦前に完成したダムとしては全国で7番目に高かったことから土木学会による戦勝土木遺産重要な土木構造物2000、1000に選定されている。ダムによって形成された人造湖は龍神湖と呼ばれ、安芸太田町から廿日市市にまたがる。全国各地で行われた水力発電開発は大正時代に入ると本格的なダム式発電所による発電所建設へと比重が移行していった。中国地方でもすでに広島県の帝釈峡地点で帝釈川ダムが建設されていたが、昭和に入ると太田川水系にもその波が押し寄せた。1935年には滝山川に大白ダムが建設されていたが、太田川本川にも発電専用ダム建設の計画が立てられた。こうして、太田川最上流部に立岩ダムの建設が始まり、1939年に完成した。ダムの形式は、重力式、コンクリートダム、高さは 67.4 メートルであり、戦前では7番目に高いダムであった。ダムに付設する田無発電所は、最大出力 23,600kW を有する。また、本川下流には、増溜ダムが同年に完成し、付設する土井発電所は最大出力が 8,000kW である。この時期は戦時体制に入りつつあり、電力の国家統制策が政府によって推進されていたが、ダム完成後に管理、運営は日本発送電株式会社の手に委ねられるようになった。しかし敗戦後連合国軍最高司令官総司令部によって、過度経済力集中排除法に指定された日本発送電は1950年に分割、民営化された。この時、中国地方の発電、送電、配電は中国電力株式会社の管轄となり、ダムの管理も中国電力に移管され現在に至る。太田川の電源開発は、その後1957年に大白ダムかさ上げ事業と樽床ダムが完成し、やがて、中国地方の水力発電所では、第2位の出力を誇る南原発電所へと、つながってゆく。立岩、大白、樽床の3ダムは、太田川3ダムとも呼ばれ、太田川水系を代表するダムとなった。ありがとうございます。